目に多いという信州です。30本ぐらいは平均では打ってくるかなという数字になっています。あとは確率を上げたいですね。そうですね、オープンになって石川、あ、いいですね。アウトサイドからでした。ちょっとスコア止まってますかね。そうですね、出だし以降がちょっと決めきれてないですよね。マッツが沈めました。ようやくスコアが動きます。状況で、まあ、終盤まで来てしまいましたよね。残留争いの真っ只中、栗原のスリー来た。あ、来ましたね。キックアウトして星野のスリーポイント、トップから決まった。あ、よく決めました。星野ジャンパー、ここは冷静に決めてきました。行きます。白いユニフォーム信州です。まず山本ボールコントロール。さあここ決められるか。ここは決めました。ブランコです。もう一回マッチです。ミスマッチ。ここはキング、サイモンのフリー。あー、よく決めました。決めましたね。来た形になります。21対20で横浜リード。三井が入ってきている。三井決めてきました。この思い切りのいいスリーポイント、いいですよね。はい。そして入ってきた川村、速い。ただここはしっかりと守ります。そうですね、読まれてましたね。2点リードの信州です。現在18連敗中。あ、スリーポイント打ってきた。おお、バンクショットで決めた。エリエット・ドンリー、最後のプレーになるか。マッツからマーシャル。マーシャル決まりました。7ポイントの差を広げました。気持ちとしても楽になりますね。選手今日2本目のスリー成功。ここはスイッシュで決めてきました。ドンリー。そして石川、森をかわす前にタイショットでした。スリーポイントだ。うわー、マーシャル、はい、うまいんです。うまいんですね。いや、まだわかんない。信州だ。オープンになった。石川シュートにはいかない。マーシャル落ち着いていました。マーシャルも2メートル11あるんですけど、タイショットは2メートル20あります。マーシャルほぼ確実に今日マーシャル決めてきます。オリバーがゴール下ぐるっと回ってきます。ここはアタックインターキング、快速飛び込む。ターンオーバーを減らすこと、もうそうなんですけれども、リバウンドであったり、はい、そういった基本的なところですよね。これはしっかりできるかですよね。栗原の2ポイントです。あとはリバウンドなかなか入っていくことができないですね。そうですね。あとはどうしてもこうタフショットになってますよね。ショートコーナー簡単に決めてきました。シンプルですね。栗原です。やられた感じもあった信州。あ、いた。ドンビー。いいプレーだ。そうですね、今田村選手とあともう一人、はい、うわ、よくつないだ。ボードの裏から。そしてマッツ外振ってインサイド。マーシャル、うまい。うまいですね。ドンリーのスリーポイント、落ちました。わー、取った。スティール、石川ボール残した。よく取った。すごいプレー、はい。また石川がボールを運ぶ。キックアウト、キープレイヤー栗原、決まった。決めた。力に飲まれかけてますんで、ここ一つしっかり押さえたいですね。また打ってきた栗原。うわー、来た。いやー、もうこのディフェンスからこう流れ変えたいですよね。マーシャルが止めて、今度は決めた。星野、よく決めた。オールコートで来る横浜、かわしたマッチです。うわ、ねじ込んでくるか。自ら取る、よく決めました。球が決めきれないですよね、まあ、ただ信州の方がハードにやっぱりディフェンスしてますよね。フィニッシュするだけ。星野のシュート。星野、マーシャル、しっかり決めてくる。今その2人がコートの中にいます。うまいシュートです。いやー、こういうタフなショットも。さあ山本、外に振ってマッツ、時間を使ってくる。山本スリーポイント、うわーった。風の中あります。マッツ
エルボーからはシュート打たない山本、うわーか石川がボールを持ちながらフィニッシュノーする、自分で行った、うわー、よし決めた。マッチだ、ブラント、ここは決めるだけ、しっかり決めた。マッチ、ああ、いや、点取りに来る、最後まで点を取りに来ます、そうですね、はい、集中してますね。